2番武田は一旦7番手まで下げています。7番の稲川前に上がる、6番の小川を抑えていく、8番の吉田は現在5番手6番手あたり、さあ2番武田も5番手外に上がってきている。2番の武田がここで仕掛けていきました。さあ2番武田が行った、4コーナーからホームストレッチ、まもなく残り1周。さあ武田の先行、股間はついていけるか、少し口が開いている。2番武田が先行だが、2番手は7番の稲川が股間をさばいた、股間交代していく。3番手は1番の東口、後方から8番吉田がまくってきた。3番手2番手横まで上がってくる。さあしかしこれは7番の稲川がさばいていけるか、しかし8番の吉田前を捉えに行った。4コーナーが直前、吉田が武田をかわしていく。8番の吉田、吉田敏弘抜け出したゴールイン。2着2番の武田。